さあ、時刻は午後七時を回りました。沖縄・プライムの時間でございます。本日、四月二十一日ですが、えー、今日は収録放送です。収録は前日、四月二十日に行っております。今日の mc はこの方です。どうぞ。 西原町議会議員宮里博文ですよろしくお願いします、はい、宮里さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんか久しぶりな感じがしますねそうですね、うん、やっぱ年度末年度明けパタパタ来てますねパタパタで本日というかまあ収録しているのも、はい、今放送されている時間に僕は多分この西原町商工会青年部の総会で、うんあ 今7時ですよねす多分僕の挨拶が終わって議案審議に入ってるところかなと思います、<ー>決算の、ね、そっかいろんなところの総会があるのが4月、そうですね4月、5月、遅い自治,自治会で6月入るところもあるかな体い五月で総会は終わりますね,すねそうですよねいろんなこの商工、まあ、会にしろ何にしろ、うん、いろいろありますからね、総会。 ね、細かくくももああるるしし大き役員改正もあるところもあるでしょうし、うん、なかなかまた新年度この新しい一年がスタートするということでですね皆さんも慌ててるかなと僕も初めて子がが幼稚園に上がったんですよ今まで保育園2人、まあ、保育園は違うけど、うん、一緒に車に乗せて送ってたのが今1人歩きで1人車でって時間帯も違うじゃないですか。子育て だなと思いながら <laughs> 子供の成長を見てる感じですね子育てもしながらはい、はいえー、議員もやっていろんなことをやってますけども、はい、えっと今日はですねそんな宮崎さんと一緒に1時間お送りしていきたいと思いますあのー、ですねこれやっぱり反応がメールが来たりするんですよ、はいはい、でちゃんと見せますので 忘れる時が多くてすいませんもうこれに懲りずにですね皆さんぜひメールしていただきたいなと感想とかああ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 りがとうございますちょっと忘れちゃう時があるのではいそうですねそのままグループラインに載せてもらえればですよねその時の担当の方にと思うんですけどちょっといや全体でいいです全体でいいですかじゃあはいえ送っときますのでぜひ皆さんメールで感想とかご意見とかお寄せください よろしくお願いします。メールアドレスが7 9 7 f m g i n o a n c o m 7 9 7 f m g i n o a n c o m です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは今日は収録でお送りする沖縄プライム。えー、最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは一旦 CM でーす。はい、えー、沖縄プライムでございます。今日は西原町議員の 宮里裕文さんでございますよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、えー、っと、まあ、議会も終わって、はい、そうですね、はい、3月議会終わって、西原町、どんな、なんか再開発してますけど、そうですね、いろいろしてます、川整理坂田、久々に通って坂田、はい、交差点、はい、びっくりしたんですけど、はい、すごいんじゃないですか。すごい はい、だいぶ変わってるあそこはもう街になりますその予算を取りに昨年の6月東京行ってたんですよ。はい、この裏の添から今グワって降りてってちょっとカーブしてるところの道をまっすぐにするための予算を取りに行ってなかなかねやっぱ沖縄県がまあ一括交付金、うん、沖縄振興予算でハードとソフトの交付金取ってくるんですけどはい、はい、ハード減らされてなかなか区画整理に直接僕らのこの サカタウンの事業に直接ダイレクトに予算反映されるんですよ。で県がもうお金がないっていうから国にお願いしに行って取ってきたんですよ。で最近それって沖縄特定事業推進費っていう一括交付金の別枠の部分を取ってきたんですよ。 ただ今回沖縄県がですねまあ国がですね自民党沖縄県連が動いて電気代のなんか減免措置を9月までやるじゃないですか5月から9月までやるんですけどそれって今僕が頑張って取りに行った特定事業推進費が30億ぐらい当てられてるんですよ。というか30億使えてなかったのかって感じなんですよ僕らら地方からしたらですよだからちゃんと地方の事業を見てハードが足りない部分分分かってるのにそこを確保してくれよっていう。 気持ちです3月議会そういう話もね議会でしてう,うちもなかなかこの、ね、坂田の事業が、うん、あの5億要求したけど,、はい、どあの去年の繰り越しを含めて3億いかないぐらいのお金しか作れなかったので 2>, 2億円は足りないということで、うん、また養成行動行こうねっていう話してるんですけどそれをなんか安心して取れるように、うん、あの県もね まあ我々も頑張っていいいなとと思いますす県が止めててるってことなんですかいや県がいえ沖縄振興予算の配分額間違えてるんじゃないかなと思うんですよ。ソフトをキープするのはいいんだけどハードもちゃんとハードを僕は僕の自治体はですよ。社、はい、長はあの道路事業区画整理事業が多いのでーハードをもっと確保してほしいと思うんですよ。はいはいはい それでいて特定事業推進費余らすんだったらもっとうちにちょうだいっていうか、うん、そもそもうちにちょうだいって打診してちょうだいっていう<ー>感じですねはいはいはいだからちゃんとなんか各市町村のニーズを調査してるのかなって言いたいんです、うん、確かにはいなんかいろんな人がそんな感じのことを言ってますねそうなんですよ結局余ってたじゃんって言われるよ <laughs> 沖縄県みたいな。<laughs> なんなんですかね本当に。いやもう頑張ってほしいですよ。そうですよね。知事ね、<うん S 2> もう国に頼らないって言って本当に頼らないで返還するのはやめてほしいですね。<laughs> はい。うまく使っていただきたいと思います。そうですね。うまくやってほしいですね。はい。えだからね西原が今後どうなっていくのかみたいなことも、そういえば宮崎さん来たら聞きたいなと思ってたんですよ。わが町ですか。そう。<laughs> なんかほらさっきもね。うん スマートシティとかおっしゃってたしはいなんかえっ、ー、と西原はタブレットが配ったんでしたっけ一応全国的にもう学校に配っていて、うん、もちろんもれなく我々も全部ね児童生徒には小中学校にはタブレット配っていますね。うん、なんか西原だけがね先行言ってた項目があってはい。 電子黒板じゃないですかあ電子黒板だ、うんはい、はいはいはいあのー、我々はやっぱ文教の街って言ってるので、えー、学校施設の電子黒板は多分一番整備早くやってました沖縄県の自治体の中では気合い入ってますからすごいですねはい電子黒板ともこれが連動できるんですかみんな持ってるタレットにもうできますもちろんです,んですこれすごいよね 時代が時代がもう進みすぎて僕も <laughs> <る>あのギガスクールの勉強見に行ったんですけどはい、はい、早い早いんあ,のあ,のあとなんか掛け算の考え方って4種類もあったんだとか <laughs> なんとかの術ってことで子どもたち小学生に教えてるんですけど何 <laughs> は、はい、かす、まあ、いません覚えてないんですけど、うん、僕らが使ってた例えばひっくり返したりするじゃないですかんあのあなんか。 5×2 っていう 2×5 の方が多いってるとかなんかグラグラっていろいろやるじゃないですかあれをもう明文化してて4種類ぐらいあったんですよふえふえの術とかだったかな,な,ん,かなんかこのわかんない説明できないですけど今の子たちはやっぱり頭良くなるなと思いますし情報の処理速度が相当に速いなと思ってこれからが楽しみになりましたねこれだから僕ちらっと思ったんですけどそのまあ例えば 今まで僕らが最初は僕も「掛け算」って覚えるじゃないですか。ククで、はい、ククで,でもこれ考え方が分かればまあ覚える必要もなくなるとかあるいは計算機がもうあれば、うん、別に将来別に役に立つのって考え方じゃないですか。はい、このなんでかっつったら全部もうこういう機会がやっちゃうし。う<ー>うちの子もも今もう だからそのもう知識を詰め込むのではなく、うん、覚える、うん、暗記ではなく、うんうん、このこれこういう情報をどう使うかとかこの公式をじゃあどう使うのとか、うん、成り立ちとか、うん、そういったことを要するに根本を教えないと。 いけないんじゃないかなって思ったんですよああそうですねす教育のやり方って言うんですかうん その辺りどうですかただやっぱり先ほど僕が言ったようにスピードが上がってるっていうのは処理とかも書かなくていいところがあるじゃないですかでやっぱりこの昔ながらの人は書いて身につけさせるんだって方もいらっしゃると思いますしうん、うん、電卓が良くなってるから、うん、例えばその自分で考えることができなくなるんじゃないかっていうんですけど全くの逆だと思います、うん、逆にスピードが処理速度が上がるからこそ理解度を深めるパターンが増えてるんです理解するっていうところにフォーカスしてる感じじゃないですか作業するよりも。だから そ,こそれがさっきの4種類とかいだからもう僕は次元が違う教育してる感覚になりました。なんかはい、はい、わーすごいと思って。うん、あで僕らもやっぱ社会人になって僕らは結構ねあの携帯っていうかそのパソコンとかうん、うん、ワープロ世代ではないわけですよ僕らはねだからこのパソコンからインターネット調べてとか,、うん、か i モードとかね昔いろいろありましたけど、ね、ああいうのからね <laughs> 今の、うん あれよりはもう何千倍もすすごい機能になっている中でですね、うん、僕らも大人としてあの普通に Google 検索だったりとか、うん、いろいろ検索をしてあのいろんなものを調べながら仕事を進めてるわけじゃないですか、はい、それを子どもの頃からやってる子どもたちはやっぱり優秀になるなと思うしただ情報の処理の何か。うん リテラシーをどう高めるのかっていうところには<ー>やっぱ教育としてフォーカスしていかないといけないあの政治の世界でよくある陰謀論者って言われる方々が例えば世界で言うと地球は丸くないってい議論がまた再燃している要は言ったことがないから本当は違うんじゃないかとか<ー>っていう話もあるんです実際はそう言われると僕も言ったことないんで、うん、言いづらいなみたいなところでみんな口をつ <laughs> 紡いだりすると思うんですけどだからそういうことがあるから、はい、それを。 要するにあの科学的に信頼してるって言うんだけども自分事と,として自分の頭の中で落としてるのかうん、うん、完全に信者っぽく信じきってるのかっていう差は確実にあるなと思うので、うん、情報が多くなって多様化の社会になるとはい、はい、子どもたちのリテラシーをどう高めて、うん、自分で考えていることなのか洗脳されてるっぽいことなのかっていうのは、うん、やっていかないといけないなと思いますね。ねこれだからあの結局技術 というかその変革のスピードに追いついてきてないと思うんですよ、いろんなものが。教育もそうだけど、まあ、いろんなことが追いついてないと思うんですけど、えー、と海外、どんなやってるんですかね、この教育、リテラシーとか。 うんまあ、いろんなリテラシーがありますからね先行、うん、研究とかもあるしそれは多分ケースバイケースなので、うん、多分全部終えないと思うんですよ。もあるけど、うんはい、それは全般ではもうなくなってると思います、はい、教育全般っていうよりこの分野に対しては秀でているねとかっていうあとなんか国民性とかもあると思うので、うん、一概には言えないけどただ大切なことは。 日本として、まあ、沖縄として、うん、例えば西ア町としてどういう子どもたちを育て,てたいのか、うんはい、そのために何をしないといけないのかってところだと思いますね、うん、で先ほど言ったリテラシーとかって言うけど僕が今話してる言葉すら間違ってることも全然あるじゃないですか僕らってだから人間は間違うっていうことを前提に、はい、じゃあ間違った時にどう正していけばい,いのっていうことにすればいいのかなと思うと少し気持ちが楽になるかなといただこの間違ってるっていうことを受け入れられない立場 うん、メンツ仕事柄とかなんかいろいろね音があるじゃないですかそれをやっぱ度外視できるようにですね、はい、子供たちと社会を、ね、育んでいきたいなとは思いますけど結構僕もあの謝ることも多いですしね「はい、あこれあれごめん違かったすいません」とか「<laughs> 間違えてました」とかそういう感じに、うん、なれたらいいなだから結局疑る深くではないけどちょっと自分の足元見直す。 機会っていうか、はい、ルーティーンを持っていることが必要なのかなっていう。うん、ですよね。うん、たまーに鵜呑みにしてる人がいるじゃないですか。じょこれ YouTube の情報ですみたいな。はい。いやいやいや。YouTube や <laughs> 懐かしいのなんか昔でいうウィキペディアから見たんですけどと同じ感じっていうか。<laughs> そ,うそ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 う。ねあれなんかびっくりするんですよこれをまるまる信じてるから。 すごいなと思ってだからやっぱまあそれを信じてる人もいるじゃないですかで僕みたいにそれはもう情報源としては大したことないって思ってる人もいるしこれをどうね伝えていくかとかどう教えていくかっていうのはやっぱ難しいのかなって気はしますけどねいやもうそこまでいくとなんか自分で顧みない限り厳しいですよねああもうより個人個人になっていくのかな恋愛,恋愛と一緒ですよね、うん、盲目って言うじゃないですかはいはいはい こうだと信じている人に対して違う情報を与えても信じてくれないか、うん、確かにから、うん、もうあそっかっってなりますねそっかでも結局じゃあどこを捕らえて真実かっていうのって分からないこともありますからね情報として。うん、そうですだからもっといくとく例えば 宗教もそうじゃないですか、うん、神様がいるって信じるってことを否定する人間はなかなかいないと思うんだけどはい、はい、ただ自分はそうは思わないっていう人もいるけど共存するみたいなところがあってただそれを周りに押し付けたり、うん、あのするとかあるじゃないですか、ねはいはい、そういうので分断される感じになってくるとちょっと辛いなっていうのはありますねコロナででありましたよ、ね、ありましたたよ<の>も今の沖縄そんなですね。 沖縄はずっとだから、はい、結構まあちょっと政治的な話戻るんですけど、うん、今回、えー、と山口県で安倍総理の選挙区の補欠選挙衆議院の補欠選挙があって、はい、立憲民主党の有田芳生さんが、うん、あの立憲民主党の候補として出馬しているんですけども、うん、下関はあの統一教会の聖地だ。 いう発言をしてです、ね、結構ネットで叩かれて、はいはい、立民はそれでそのツイートを引用してたんですけど削除したとかあ,って <laughs> あの聖地ではないだろっていう話はい、はい、差別じゃないかみたいな感じでネットに書かれてたんですけどもうん、うん、でもそれで他の立憲民主党の議員が、はい、そう言われてるところだから戦うんだとかよくわからないん <laughs> じゃないかなそうさせないために戦うんだみたいな感じの言い方もしてたりとかしてて、うん、ちょっとカオス的にはなってるんだけども、うん、な,なんていうんですかねこの 分<断> <laughs> そう分断 <laughs> そうごめんなさいだ <laughs>、はい、からそういうことでなんかこう自分を選んでもらうがためにこうだよああだよって相手に対してですね悪い話をするっていうのは政治の世界そろそろやめた方がいいなと思っててあの今朝の,あの朝のニュースで中日ドラゴンズ阪神タイガースが自分のファンに向かってまあ公式ツイッター s n s で「あの 相手チームや自軍のチームに対して替え歌等を使ったやじはやめてください誹謗、うん、中傷はやめてくださいっていうのをファンに対してて言ってるんですよこういうことだなとこれからの社会は。うん、例えば 誰々選手が成績が悪いとかもう強すぎて負けそうだから「帰れ」とか「出てくんな」みたいな。っていうのを歌で替え歌とかあるイメージあるじゃないですかああいう品がないというか誹謗中傷につながるようなことはやめましょうっていうのは政治の世界もそうだなと思ってやっぱスポーツマンシップっていうことに切り替わっていくんじゃないでしょうか戦って言い方はしますけどなんかやっぱり今のあれを見てたら。 そのまあ自民系、えー、保守革新で分かりやすく言いますね、はい、やっぱり革新の人たちはこっち保守の言うことは絶対聞かないじゃないですか、うん、聞かないというかもうその情報は別に、えー、聞かない流すみたいな、うん、受け入れないじゃないですかはいで保守もそうですよねきっとああは、ね、どっから 持ってきたた情報がか,からんしみたいなだからそれは確かに分断なのかなと思いますね。両方というかでもだからってじゃあ受け入れられるのっていう話にもなるからやっぱりなかなか難しい。 世界だなと思いますねあそれに対してもうへきした世代が今議員になり始めたんじゃないかなって僕はちょっと思っていてそもそもこの政治は闘争だみたいな感じで戦後政治史は進んでいったと思うんですけど僕ら世代とか闘争選挙は勝負だけど闘争とは思ってないですけど要するにデモクラシーとか民主運動とか社会運動とかに対してえっ と思ってる人たちの方が正直多い。かといってあの運動をしないわけではないです、うん、政治活動をしないわけではないけど、僕らの理解の広め方と、うん、過去の例えばあのなんていうんですかね、この学生運動であったりとか、国会選挙とかやってたりとかっていう、うん、右も左もですよ。うん、そういった政治は相当肌感覚的に合わないです、ね。だから変わっていくのかなと思います。ですね。うん、なんかそこら辺も変わっていって結局そういう なんでねこの話を、えー、としたいかって言ったらそのあれが出てたんですよ、はいえー、浦添軍港浦添移設、はい、の合意があるよっていう今日合意されますよっていうのがあってそれ記事見たら、うん、1974年に合合意意されてるんですよ返還合意、はい、そっか何年経ってるよと。50<年>でしょそ,そっか。 ここで二点三点していろいろやってやっとですよね。これって誰が得するのって思うんですよ。誰も得しない,というか <laughs> でしょうん。これ普天間も同じようにならんかって思ってるんですよ。もうすでになってると思いますし。二十七年ですよ普天間で言えば。うん、だからもう、うん、反対賛成とかじゃなくて、はい、その宮崎さん今言ったみたいに、はい。 このの中間の世代というか、はい、その辺りの人たちがやっぱり主役あていかな,いとダメなんでしょうねあ<ー>僕はだからこのその手のことに関して本当にいつも思うのは言葉悪いんですけどサロンだなと思うんですよ。要はいろんな意見があってぶつかりまくって決めきれないのはあるんですけどそのおかげでっていうかそのせいでというかそれは人によって違うじゃないですか。何十年も 多額な税と人と議員の時間をかけて、うん、みんなの時間をかけて税金を使って、はい、結果スタートの話に戻るってこと多いと思うんですよ。ね日 この話したいけどいいけどんですか僕はあの議員やってて議論もともと多分僕議論好きなんですいろんな人とディベートっていうんですか「うん、あこれあれどう思うみたいな「うん、あの選手すごくない?」とか「好きなんですよ」「あのアーティストすごくない?」とか好きなんですけど男って好きじゃないですか競い合うみたいな。好好き,好き,好き,好きで僕あの議論の中で、うん、あこんな議論ダメだなって思う話し方があってはい、はい、それがメリットデメリット論なんですよ。 であのメリットデメリットって一見聞いたらよく考えてる風で聞こえると思うんですけど <laughs> <に>僕は全く考えてない風で捉えてる最近ほほほ理由があってですね、うん、あの例えばですよ、うんあの 何かの課題を解決したいって時に、はい、この手法はどうですかって提案があります。うんうん、この手法のメリットデメリットは何ですかって質問は、僕は正直質問になってないと思うんですよ。はい、それはその質問している時点で、あなたはこの問題解決したいのかどうなのか問われるべきだと思うんですよ。あ意味わかります。うん、あのー、なんていうんですかね。えー、っとなんか課題あります。なんか<題>例えば普天間言う？普天間大きすぎ？ じゃあ普天間返還の話をするとですねじゃあ普天間返還のために辺野古とか例えば辺野古と言わず大体説の話がありますかスタートは普天間をなくしたいわけですよね。で普天間をなくすためにここに「普天間はなくしますよしポジティブメリットはなくなることじゃネガティブなデメリットはどこどこに移転することでも縮小しますよとかなんかいろいろ保障するでもどこどこに移転するんだったらそこに迷惑かけるかやらない。うん ってるじゃないですか、はい、メリット・デメリット論で言ったらですよえじゃあ当初の課題はどうなるの知りませんじゃないですか意味ねえってなるんですよこの時間すべて返してくれってなるんですようん、うん、僕が言いたいのはメリット・デメリット論は、うん、一つのことをか関して言うべき言葉ではなくて不天間を例えばですよなくすために、うん、こ,こ,この手法とこの手法がありますけどどっちにしますかっていう議論だと思う、うん、あの例えば 今言う名護案を選ぶとこういうことがあるよね、うん、もしくは沖合案を生むとこういうことがあるよね相対的にどっちを選ぶって考える時にメリットデメリット論をすればいいと思うんですよ。だけど結構議会であるのは、うん、この課題を解決するためにこの提案がありました、はい、この提案のメリットデメリットは何ですかって質問がありましたこうですあですすああメリットっていうかメリットしかないんですよ。このの課題を解決すするかからメリットしかないのに弊害はあります デメリットって言うと、うん、メリットとデメリットが一緒みたいにみんな取らえるんです違うメリットはメリットしかない、うん、弊害はあるからじゃあその弊害をどう対応するんですかって質問なら建設的なんですよ、うん、はいはいはい、はい、メリットデメリット論の話した時点で、うん、やらないって選択肢ができて結果やらなかったらお前は決定するべき建設的に議論する議員として何をやってるんだって言いたいなるほどねそれこそ時間の無駄なるほど分かりましたはい 解決するために出してきてるのにうん、うん、結局メリットデメリットってったら、うん、デメリットはもうこれをやらない解決させないっていう選択肢が生まれるよってことですよね。うん、はいなるほどね。ことに僕は気づいたんですよ。 相当な時間の無駄と相当の税金の無駄と間接民主主義っていうのは国民から解決しづらいことをみんなで決めてねっていうことじゃないですかだから,だから仕事してないと思うんですよこのことに関してはですよかといって嫌なものを嫌って言ったらダメかっていうなパワハラとかの果たしではなくて根本的にそうじゃないのって言いたりすだから大体案の話も出るべきだしでもそしたらそれは政府の先見事項だからって核心側が逃げる のもおかしいしい、うん、例えば自民党ももっと資料深く考えたんですけどねっていう説明もあってもいいと思うしだから何て言うんですかなんかこの課題を解決するために動いたはずなのにうん、うん、課題を解決せずにこれだったら弊害があるからやりませんっていうのはサボってると一緒っていいと思だから政治はサボってることが多いなと思うんですよなのでもっとスピードアップを図るべきだなとあでもねわかるわただメリットデメリットっていうのは割と使いがちですよね。うん 何、あのー、だろうなやっぱちょっと賢く見えるのかなそうだから僕は最近、うん、言葉を選ばずに言うとそれ言う人バカだなと思うんですよ <laughs> あ要は一つのことに対して二 <laughs> つのことに対してとか複数あることに対してメリットデメリットを見比べるのは普通の使い方だとただ一個のことに対してメリットデメリットって言ってる人は何の質問してるか分かんないですよね正直よそもそも本質を見てるのかっていうことですよねややりりたたたくなないいいのののどっちなのみたいな でもお前なんか決めたらいいんじゃないかって何の考察と思うううんでですすよ <laughs> 本当にやめてほしいですねそういねうそ <laughs> ああ確かにね一つのことに関してね、はい、確かにねそっか面白いねそういうトラウい方をしてるんですね最近は、うんうん、そう見てますやりたくないのかなとか要は言ってることではなくて、うん、そう言うとどうなるってことを を見ると結果そうだからそう思ってるのかなと思うんですよ。でも本人は意図してなかったりするんですよ。じゃあその質問しないでほしいなと思う。<laughs> <laughs> そうですね。最近気になってます。その、ね、その発言の意図というか今後どうなるんだろうなとか思って見ながらうんうんこれでもなかなかそこを考える人が少ないと思うので面白いと思うけどな。うん。だってその例えば普天間にしたってじゃあ 普天,あり普天間を移設させるのが最初でしょっていうのは儀乃湾の人しか言わないわけで、うん、あとはもう問題が辺野古になってるじゃないですか。はい、っていうのと同じで、うん、一つのものに対してそもそも見るっていうってなかなか難しいと思うんですよ。僕会社ででもそうなんですけど、うんはい そうですよね、うん、だから基本的には人間は丸伐だと選びず分断されやすいのでやっぱ誘導するってこと必要だなと思ってて、うん、これは基地問題ではないですよ。例えば選択させるっていうのは商売の中でもよく出てくるじゃないですか1個の商品だと買うか買わないかになるけど、うん、3個あったらどれにしようかになるみたいな、うん、あれと一緒でやっぱり提案する側も考えていろんな案を出して。うん いろんな案を出して検討することによってやっぱり理解が深まるこというのがあるんだろうなと思うんですよ。だからそうあまあ運営側もですね。うん、議会はあ要は議決側だけど、うん、行政が要は運営っていうか提案側だから、はい、提案側もやっぱ政府もですよ含めて、うん、沖縄県もですけど、うん、この納得しやすいようなさまざまな提案をすべきだなと思うんです。よ、うん、確かにこっちがダメならこっちもあるよみたいな。うん。うん だから頑張らないといけないんだなと思ったんですよ。これでもそうですよね。あの。要するにえっと国まあ、今普天間の、はい、は話だけしていいですか？えっと国はもう移設させるよって決めたじゃないですか？はい、それに対して沖縄県はいやいや。あそこは守りたいよと言ってるじゃないですか。そしたらこっち側がそういうのを考えて出すっていうのは？ これは筋のような気がしたんだけど今話聞いてて、うん、要するにいやじゃあこういう方法いくつかありますよと辺野古も含めてこういうのがあるけどどうするみたいな話は県はできないのかなと本来はするはずだと思うしないないではしてると思うんですね、はい、でも<ー>表に出せない。 ととかある思うんですよその他の自治体にもしかしたら迷惑をかける行為になると合意が取れる前に言うと合意が取れなくなる行があるであったりとかそもそも法律上とかできない日米同盟の間でできないアメリカが良しとしないとかさまざまなことがあるじゃないですか他国が絡んでることなのでそういったことでリリースすることがまずできない。なので本当にお互いが折衷案折衷案で積み込んだ後に進めるべきは沖縄県として県民に 県ととしても理解すする努力をすべきだと、うん、例えば韓国とかあるじゃないですか、うん、徴用工問題とかで裁判最高裁で、うん、あの要は何て言うか企業側が負けましたってなった時に日本政府の立場は日韓合意で終わってますじゃないですか、うんうん、であれって韓国がもう最高裁で負けたら韓国政府は動けないんだけど、うん、あれ 本当は韓国政府がですよ、うん、保証しないといけないって内容なんですよだから政府はく日本に求めるじゃないですか、うん、じゃなくて本当は韓国政府が国民に理解を求める話だったっ結論から言うです結果そうなるからいろいろ逃げ回ってる間に何も解決できないっていう時間が流れていく、うん、<laughs> これがこれと言わずに何というって言うこれ,これだから今普天間の話になったけど結構いろんなところで起きてるでしょうね起きてます ね、俺沖縄県の課題って結構それで起きてないかなって今思ったけど僕は変化を嫌う県民性だと思っていて、うん、<laughs> 相当に起きてますね<え>それは例えば保育の面だったりとか、うん、学童の面だったりとか教育の面だったりとかそうそう様々なところで僕は起きてると思うんですよ、うん、だから前例投資なんかな変えないといけないと思う 例えば教員のて職員数が足りない正規、はい、職員が足りないって言うじゃないですか。うん じゃあ臨時職員が入ってくれないんですって答弁するんですようん、うん、で臨時職員っていうか正規職員になるための試験を五十九歳までしますって言ってえそれ何の意味があるのって県民は思うわけですよ <laughs>、はい、これって沖縄県の正規職員数が足りないんですよ全国と比べるとですようん、うん、じゃあなんで沖縄県はあの正規職員の定数を上げないんだっていう話なんですよその中で正規職員の中で休まれている割合も高いんですよそれを踏まえたとしても、うん、正規職員もっと上げたらいいんですようん、うん 予算がないって、多分言うわけ。うん、いや。 じゃああどんななやって確保できるる考えたたことあるのみい僕は分母が足りなないんだなって教育の中で僕は復活物専攻で虫歯をなくしたいってずっと言ってるんだけど、うん、職員がきついってなって新聞の調査も出ていろいろ見ると本当にきつそうなんですよ。ってなった時にでも子どもたちにプラスになるってみんな分かって全国47四46やってるんですよ復活物専攻 <laughs> 沖縄だけやってないのに<ー>それをやるって言ったら職員が足りないおい県ってなるんですよ。県は職員定数上げよういや予算が 金と子供どっち取るのって話なんですよだからこういう実はあの政治ってすごいなんかドラマチックなことをやってる風なんですけど本当は丁寧に一個一個,一個やることが未来につながるって僕は思っていてだからなんかそういうことをやっぱりなんか難儀しないといけないんですよえこれ触るのどうするみたいな触ろうなんですよあなんで嫌なことをやれやらないといけないかっていうのは人生もそうだけど嫌なことってなんで嫌かって僕 思ったのは、はい、やらいはいはいはいだから蓋してたら、うん、大きくなるだけじゃないもうな,るな,るなる。だからもう今はもうめんどくさいけどめんどくさいチャレンジしよってはい、はい、みんなで温度とってや,る、うん、やろうと思うんですなるほど、うん、面白いですねじゃあ一旦 CM いきます、はい、その後続けますはい えー、沖縄プライムでございます今日は、えー、宮里裕美さん来ていただいてますがこんばんはさっきからね、えーとうん、面白いですけども難儀なことを手をつけないから問題が解決しないっていう、うんはい、まあ簡単に言えば、はい、なってるわけですけど実はやっぱり会社でもそういうことがあるじゃないですか。はい、あ,あ,ありますね。 まあ、あのスタッフもありますし、うん、社長もあるじゃないですかす、ね、ここはちょっと今難儀っていう、はい、手つけないのこの辺って人間の本質的にあるじゃないですかありますねこれやらんこうみたいな面倒、うん、くさいしだからルーティーンルーティーン以外を嫌うというかはいそうです習慣 <laughs> 習慣化してるのはもう考えなくてできるから、うん、でも習慣化されてないのが億っってことですよ、ね、そうそうそうね。あ、そうですだからなんか習慣化をどれだけ作れるかが勝ちだみたいなありますもんね <laughs> でも中には僕は割とルーティンは嫌いなんですよ、うん、はいあの普通の人よりは手つけたつけたがるタイプなんですねああいいですねタイプ的には、うん、まあ他の人と比べてですけど、うん、もちろんもっと僕よりもいっぱいいろんな人がいるんですけど、はい でえー、とただそういう人から見たらやっぱりなんんででって思うんですよあ<ー>考えるなんてただやしと。<laughs> <laughs> なるほど <laughs>、うん、はいはいはいすごい。考えて考えて考えていかないとダメじゃんっていう話はまあよくするんですけども、うん、えっとことさっきの話になると思考停止に、うん、その。 例えば県の職員さんとか、はい、まあ市とか政治家さんとかが陥ったら厳しいじゃないですか厳しいですねこれ僕はあの学校の先生とかもそうだと思うんですけどい,いわゆるあれかな社会的に責任がある立場の人たちかなああ<ー>人を導いたり指導したり<ー>そういう人たちでそのルーティーンを守る人たちは 適正で落とせばいいのにと思いますね。<laughs> いやいやいや、あの、これって、なんか、あの、はい、僕思うんですけど。はい、能力の話ではないと思ってるんですよ。ああ、はい、はい、はい。確かに、この処理能力が高いから、いろんなことできる、うん、難儀なこともできるって、確かに能力はありますよ。だけど、この、人ってストレスで能力相当落ちる結果も、け、研究結果も出てるじゃないですか。ああ、そうなんだ。ただお金の悩みを持つと、思考能力が4割減とか。 ああ、なるほど。確かに、ねので。僕が一番思うのは、うん、時間数を減らすことだと思うんですよ。ああ、はいはい、はい。労働、だから僕、僕はあの、学校とかは、うん、早く帰ろう運動とかしたいなと思ってて。あ、はいはい、はい。僕が、地元の小中学校で行ったのは、完全下校六時にしようって言ったんですよ。はいはいはい。いや、実際できないんですよ。部活も朝間なんで、できないけど、気持ちですよ。うん、早く帰れるようにしようって、働きかけをしていて、はい、あの。 教員の休休憩憩昼じゃなくてとにちょっしたんですよそうすることによって児童生徒が帰るタイミングが15分から30分早くなるってことで今やってる中学校かなうちの地元の中学校もあるってことでいい提案ありがとうございましたみたいな感じでこれってなんで気づいたかって言ったらコロナの時実際それやってたんですよ時短みたいなやっててえこの時間でよくないみたいなだって2次下校でもよくないみたいなあ部活生はまた別だけどコロナ部活がなかったから。だかからら時に子たちまあ 手が離れると子どもたちのために別のことができる勉強の準備だったりとか相談事の整理だったりとかあの子の家庭どんなかなだったりとかっていう教員が自分で思考する時間を確保することが僕は大事だなと思っててだから復活物専攻47と46やってても言いづらかったのはそこだったりしててあそんな時間もないんですね職員が足りないから全部自分でやらなきといけないんですねみたいな感じだったんでだからこう。 このポッと空いた自分の時間をしっかり確保して、はい、なんかストレスが軽減されるのは、うん、あの一番幸福度が高いのは自分の時間を持っている人らしいんですよ<ー>研究結果の中でその中で出てたのが、うん、あの時間がある人じゃないですよ、うん、自分で時間を選択してる感覚を持ってる人なんですこの。時間 自分で決めた行動をするみたいな。だから単純に業務時間で休憩時間が多いよではないってことです自分で選択する時間が多いとか幸福度が高いっていうことでうん、うん、ある程度裁量を求める時間をどうにか作れないかな、うん、行政の世界でもうん、うん、公務員の世界でもと思ったってことですなるほど、うん、これやってたらでも確かに良さげですねいいんじゃないですかだって時間潰すためにねみんな、うん テレビでも出るしクレームでも出るけどあの人ネットサーフィンしてるよなんてよくある話じゃないですか。で倫理職員やった友達も「いやあっち結構サボってるよ」とか「あの部署めっちゃ忙しいよ」とかいろんな話が出るからそういう密告とかああいうって時間でやってる感じは出さなくてももっとフレックスにできる部署もあるんじゃないかなと思ったり。ですね。 あ,あ、迎え入れしないといけないんでうん、うん、あれなんですけども、こういうとか事務作業とかって。自分のタイミングでやればいいと思うんですよ。で、明らかに早く帰ってて、手が空いてるんだったら、他の仕事も手伝ってよって上が指示すればいいし。僕、一回、役場職員の、あの。あれ、やった、有給消化率の話、質問したんですよ。ただ、役場って。これ、民間と全然違うんですけど、多分十分単位とか、分単位で。 有給取れるんですよそれ自体が僕はおかしいって言ってるんだけどそれも年次有給20日分とか30日分それで取れるんですおかしいじゃないですか法廷は5日分なんですよ時間有給っていうのはそれはいいんですけど取れる制度で置けなきゃやっててだったら僕早く有給使って帰えるようにしたらって言っ消化率どれぐらいなのって言ったら2割3割ですって何やってんのって言ったんですよ県が1回それで出てたんで「県の職員有給消化率低い」みたいなだから有給取らせたらいいじゃんって言ったんですよ うんうん、もう率先して30分でもどんどん消化してくれって長が言ったら「いや忙しくてできません」じゃなくて「あれ気まずくてできませんなんですよ」終わっってるる職員はいっぱいいぱもんうん、うん、だからそういうこの環境を空気を変えない限りは職員の待遇変わらんんしって思うんですよ、ねうんうん、だからこの早く帰る人が叩かれるなんかあるじゃないですか昔ながらの職場も含めてだけど早く帰る人が「えらいねどんなやってるの?」ってなる職場にしてほしいってことですうん、うん ありがたいいじゃないですか早くだから何て言うんですかねそ,のそういうフレックスな環境をやっていったら確かにこの本質を見る時間が増えるっていうのは分かるんですけど、うん、この何て言うのかな今民間でも別にフレックスがじゃあ浸透してるかあったら浸透してないじゃないですか。うん やっぱりこういう皆さんとかあ、まあ、皆さんはフレックスなのかな、うん、議員さんは割とその感覚をやっぱり役所がまずはやって役所もやってんだからうちもできるだろうみたいなとこに持っていった方がいいのかなって気もしたんですけどね西原やったらどうなんですかもうフレックス推進してくださいっ,つってデジ,タル、ね、デジタル推進よりまず フレックス推進させてもう在宅ワークできるようにしたくてはい、はい、実は行政のデータとかって全部自分なんかのサーバーに置いてるんですよ要はアクセスされたらどうしようとかあれをクラウドに上げれるようになったら、うんうん、おうちで仕事できるじゃないですかだから俺クラウド化をどうにかしたいなと思っててあ<は>あいい 働き方改革のためにです教職員も含めてですクラウド化にしてそのデータを閲覧して多分防衛なんか情報を漏洩しないようにはもちろんするんだけども特に現場系の仕事とかも現場行って写真撮ってデータ全部クラウドに落としてから変えれた方がいいじゃないですか。一回ね USB なんかにして入れないときいないですうあれだけでも時間相当取られ,るれ相当な駄ですよ。だからもっと行政も DX かっていうんだったら、うん、このなんかこのなんていうんですかねデータ関係、うん、クラウドにすべきだなっていう実はこの又吉亮さん、うん、前メンバーだったの番組があるんですけどそこにゲスト来てた方がいて選手、うん えっとね、日本一周夫婦でカ,カップルで、えっと、日本一周しながらでももうこの人たちライターだからどこでも仕事できるんでそれで車で日本一周してるっていう方がいてこれいいなと思ってやっぱり、うん、まあ,あのもちろん職種によってねどうしてもできないことはあるかもしれないけどでも結局コロナでできてたんだからっていうのは結構大きいのかなと思って。大きいですね できるんじゃないですか、本当。できますね。ねで、あとなんか紙が最高の保存物みたいなのも変えていかない,い。一緒じゃないですか。カジュナと終わりで、ね、<laughs> 確かにね、うん。まあまあそういうのはうちのね今度まあメンバーになって吉馬俊太郎議員とか若いですから。うん、よく話したりするんですよ。本人はもう絶対データと紙のなんかなんか価値は一緒だよねっていう。 PDF で残してて一憾とかも残して,てあったらデータの方が逆になくならないんじゃないかというまあ確かにね要はそれこそクラウドに飛ばしておくわけですよサーバーに置いてた USB だけに取ってたら違うけどみんなそのイメージがあるからどんどん変えていかないといけないなと思いますねこれはだから結局最終的にセキュリティが問題になりますよねはいその辺はもう大丈夫なんですかそそここらら辺ををどどううににかかししななななないいいいいいととけけですよねああもちろんやる セキュリティ今のそっか今の段階でセキュリティは最高のものにしても心配なんですかねでもどっちにせよじゃないですかだから俺もハッカーが来てるサーバーがあったらそうじゃないうんだからどっちにせよだと思うんですよね,ね <え S 2> だったら100%はないもんねそうですよ でもっっと言ったらですよ物理的になんですけど、うん、あのこんなことはうちの地元ではもちろんないと思いますけどはい、はい、職員が抜くってケースもあるじゃないですかその場合もなんかハッカーがとかセキュリティが関係ない,ない <laughs> 本当ですよね、うん、だからあのまあ最初のものに戻るんですけど。うん 一つのことでメリットデメリットっていうのではなくて、うん、やっぱり今言ったように、うん、より業務効率とか人の働き方とか税金のなんかコストカットだったりとか、うん、いい使い方とかを考えるのであれば、うん、そこにチャレンジした方がいいよねチャレンジした後に、うん、もしそういうことが出ないように安全策も打つよね、うん、でもし安全策打ったんだけどダメだったって場合はその時また立ち返ろうねってやるのがチャレンジ。うそ 技術革新であって、うん、やっぱ政治は遅いですね,ねそれを否定しちゃうから政治とあとはやっぱりこの公共的なところ、うん、まあ僕あの福祉とかもそうだと思うんですけどやっぱりほら個人情報が大事にななってくるじゃないですか、はい、だから余計ねちょっとその辺も遅いはずなとは思ってるんですけど、うん、あの報告共有事項も多いし ああそうです、ね。うん、もうねもうちょいあれしとけばだいぶ良くなると思うんですけどね。やっぱりこの公の書類が増えてるんじゃないかっていう話もあるので、そうなんだ。だあや教員とか特にですけど、ーーやっぱあのこの信頼性っていうより言い訳作りのために書類、うん。 書類を求めてていいるんじゃないかなか事業者にって思っ思たりもしますね税を払ってるわけだからちゃんと不正してないよねあれも出してこれも出してこれも出してってことでうそういうデスクワークとかバックヤード系の仕事に追われるから結局みんなな現場のの仕事がしづらいよねってなるのかな結局時間がなくてみんな自分の時間使えなくてルーティンになってしまうっていう流れかもしれないですね。うん もっとお互いが信頼し合えて、あの、もっと全員、全員で、なんか悪意を見るんじゃなくて、みんな信頼し合える社会になれば。もっといいのかなと思います。なるほど。いいまとめですね。いいお話でしたね。ありがとうございます。まあ、それを目指して頑張ってるわけですから。はい。はい。だからね、もっと言ったらですよ。それ甘いんじゃないかって言われたら、甘くないんですよ。実は。チェック機能を高めればいいんです。 逆にですよ逆なんですよちゃんとみんな、うん、ちゃんとやってる前提ですごいスタートはやる、うん、だけどチェックはめっちゃやる、うん、だから逆なんですよ変にスタートかちゃんとチェックできるようにしようってめっちゃ書類出させるから面倒くさくさせる、うん、ある程度のフォーマットをやって、うん、やって定期的に絶対チェックいくからねでやってったら、うん だからこれって生活保護とかさまざまな問題もそうなんです、うん、警察機関もそうなんですけどチェックできるかどうかなんですよ。チェックできる機能がないから、うん、事前で書類で提示チェックっていうか面倒くさいっていうか書類ですべて分かるようにし,しつらえるわけですよ。うん、そのせいで現場は疲弊する。こういうところを変えていきたいですね。西原から そうですね。<laughs> あのはい総務部長とガンガンやり合っていきたいなと思います。<laughs> やでもすごいと思うけどな、これでいろいろ変わったら。でもね、えー、西原も結構変わりつつある感じが見えるので。まあ,ね、まあ見ててください、ね。はい、楽しみにしておきたいと思います。はい。はい、えー、沖縄プライム以上です。今日面白かったですね。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。はい、それでは皆さんまた来週<ー>さよなら。さよなら。